加藤、ブリル。打率247は僅差の2なんだよな。3立てされずに1つでも勝てばよい。あんまイメージないだろうけど、加藤の被打率めちゃくちゃ高いからな。むしろこれでよく防御率2点台で抑えてるわ。まあ3点差は今のうちならチャンスあるだろう。打線を信じるしかねえわ。ランナー貯めてレイエスにドカンと打ってもらうべ。オリックス戦は噂は必要。とりあえず早いイニングに点差詰めようリリーフ勝負に持ち込むした。早川じゃなきゃそんなネガティブにもならないけど。噂はいらない言ってるのはアンチだから無視しとけ。今日は会長が特訓の成果だけ見せて安心させてくれ。楽天と CS 当たりたくないな。アロッテ頑張ってくれ。まあ多無意味なカットで自らを追い込んでる。噂はがよそに行って有原みたいになるのも腹立つしな。何も変わってないじゃん会長。今有原が最多勝だし上沢でも日本に来たら勝てるかもしれんぞ。有原に文句たらたら言うやつもいて噂はいらんて。じゃあ有原に何も言うなよな。有原式とか松郷は球が見えてないな。スイング以前の問題。お前変わらんかったな。ご視聴ありがとうございました。